こんにちは。今日はえないぷんの7名についてどんな性格なのかを占ってみようと思います。すでにえないぷんの動画を3つ出していますので、興味がある方はぜひそちらもご覧ください。さて、えないぷんのメンバーの性格、基本的な資質などはもうすでに占っていますので、今日は前回占えなかった、言っていなかったようなことを改めて言ってみたいと思いますね。まだこんな性格がありますと付け足しという感じなんですけれども、鑑定していこうと思います。まずは2期です。この方は韓国語がものすごく上手っていうことで、韓国人の方から褒められていましたね。韓国語が上手な理由としては、もちろん本人の努力っていうのが一番だと思うんですけれども、だいぶ若いうちから韓国で学んでいる、韓国に住んで韓国語が周りにある環境にいると、それが大きいのではないかということでした。実はこの方は自ら苦労の場面を背負い込んでというか、大変な環境に飛び込んでいくっていうところがあるんですね。自分では苦労を選んでいるつもりはないんですけれども、周りから見ると、なんでわざわざそんな苦労する環境に行くんですかと、そういうふうに思われることが多いと思います。本人はあえて苦労に飛び込んでいるっていう感覚ではなくて、単に新しい挑戦っていうのが好き、また新しい世界を切り開いていくような力も運もありますので、どうしてもそういう第一人者になりがちなんですね。そのようなフロンティア精神というか、前例がないことに果敢に挑戦していくっていうところがあるので、これは本当にこの方の最大の長所って言ってもいいと思います。また性格面としては、結構言いづらいこともはっきり言ってしまうっていうところがあると思いますね。周りから変に思われたくないっていう気持ちがそんなにないので、言いたいことをはっきり言ってしまうと、しかしあまり恨まれないという、そういう得な性格でもあります。次はジョンウォンです。この方はリーダーということなんですけれども、一番最年長ではないんですよね。しかしリーダーに選ばれるっていうことは、それだけの理由があるのかなと思って見てみました。はい、確かにこの方リーダー向きですね。なぜかというと、非常に目標が高いからです。そして高い目標を掲げて、それに向かって前向きに頑張ることができるっていう人なんですね。また自分だけではなくて、他のメンバーに対しても励ましたり叱ったり喝を入れたりっていうことで、他の人たちのことを面倒見ることができる、気配りをすることができるっていう点があるんですね。リーダーはやはりそういうところも必要ですよね。ただこの方は意外とプライドが高いっていうところがあって、一見そういうふうには見えないんですけれども、プライドの高さゆえ、失敗したくないっていう気持ちがものすごく強いと思います。恥をかきたくないっていう気持ちも強いですね。ですから人前で失敗したり恥をかくっていうことをとても恐れていると思います。誰でもそういうところはあるんですけれども、人によってはそんなに気にしないっていう人もいますが、この方は本当にそれが嫌なんですね。しかし周りの人からはそんな人だと思われてないっていう面もあります。なぜかというと、そういう面を見せていないからです。明るい性格を盾にというか、明るくて陽気な性格なので、そのプライドの高さですとか、そういうものを上手に隠しているっていうふうにも言えますね。しかしそういうところも含めて、非常にこの方は向上心があって、周りの人たちとの調和を乱さずに上手に接することもできるので、やはりリーダー向きと言えると思います。次はソンフンです。この方は以前はフィギュアスケートの選手をしていたということで、韓国の羽生結弦とさえ言われていたそうですね。このような話だけを聞くと、相当にスポーツに没頭していて、激しい性格というか、自分にストイックな性格なのかなと思いきや、非常に優しいところがある方だと思いますね。自分を犠牲にしても人に尽くすようなところがあると思います。どちらかというとお世話好きなタイプです。またこの方は人の話を聞くのが上手だと思うんですね。聞き上手なタイプとなります。
なかなか男性には珍しいタイプだと思うんですけれども、こういう方が一人グループの中にいると本当にいいんじゃないですかね。そんなにリーダーとしては向いていないかもしれませんけれども、リーダー以外にこの方のように人に対して優しい心遣いができたり、人の話を聞いてあげたりっていう、そういうことができる母親役的な、そんな方がいるっていうのは非常に大切ですよね。まあこの方はお世話好きが高じておせっかいっていう時もあるかもしれないんですけれども、親切心がないよりはずっといいと思います。次はソヌです。ソヌもジョンウォンと似たような価値観の持ち主ですね。似たような性格っていうところが一部あります。非常に明るくて向上心が強い努力家でリーダー向きのタイプとなります。エナイプンの中では可愛い弟的なキャラクターっていうことなんですけれども、実際はもっとしっかりしているタイプですね。年齢的には弟組かもしれませんけれども、性格的にはお兄さん組というかしっかりしていますね。安心して見ていられる弟っていう感じになるでしょうか。この方は高校時代からすでにファンクラブがあったり、非常に目立っていて人気者だったっていうことですね。やはりこれだけ才能があって外見もイケメンでっていうことで、普通に生きていくには難しいというか、逆に目立ってしまうので、どこに行っても目立ってしまうっていうところがあると思うんですね。しかしこの方はおそらく高校時代のまだデビューしていない以前からそんなに調子に乗っていなかったと思います。なぜかというと、目標としているレベルが高いので、ちょっとぐらい褒められたり少しぐらい人気があっても自分はまだまだですと、そういう感じでもっともっと高いところ高いところっていう風に目指していくんですね。ですからそう簡単に天狗にはならないタイプだと思います。次はヒスンです。この方も2期と同じで、前例がないことに果敢に飛び込んでいくという開拓者精神のタイプですね。苦労なこと、苦労と思わずに何でもやってしまうという、何でも先頭を切って行動するようなタイプとなります。この方は最年長なんですけれども、性格は天然で可愛らしいところがあるっていうことですね。なぜ天然というふうに思われてしまうのかというと、とにかく自分の考えで行動したいんですね。周りのことを考えるっていうこともちゃんとできる人なんですけれども、自分の考えがしっかりあってそれをもとに動いていきたい、行動したいっていう気持ちが強いですからね。自分の意思や自分の自由っていうのを優先して行動しているうちに、周りから見ると天然なように思われてしまうっていうところがあるかもしれません。良い意味で無駄なことをいろいろ考えていない方だと思います。考えすぎるっていうことがなくて、考えるよりも体が先に動いているっていうところがあると思いますし、余計な雑念などがないような状態で生きているというか、そういうところがあるので、そのような素直な性格が天然と言われる理由かもしれません。次はジェイクです。この方は写真だけ見るとものすごくダンディーというか若いんですけれども、非常に渋い魅力があって男らしいというか、可愛いというよりもかっこいいですし、大人っぽいなと思うんですよね。しかし性格はちょっと違うと思います。自由で能天気なところがありますし、楽しいことが大好きっていう感じですね。ムードメーカー的な部分もあると思います。このグループの中では一番発想が自由だと思います。こうでなくてはならないですとか、あまりそういうことは考えずに、一般常識などには縛られないっていうところがありますね。逆に言うと、あまり決まりなども初めから守る気がないというか、無理にこの方をルールで縛ろうとすると、あえてルールを破りたくなるっていう性格だと思います。そしてこの方は何か失敗したとしても、そんなに反省の色が見えないというか、本人は反省しているのかもしれませんけれども、周りから見るとそんなに落ち込んでいるように見えないっていう、そういうところがあるかもしれません。しかしそんなところも含めてお茶目なんですね。
この写真の見た目とは全く違うと言っていいような性格になります。深いファンの方というか、エナイプに詳しい方はそんなの知ってますっていう方もいるかとは思うんですけれどもね、私はこの写真のイメージでこんな人なのかなっていう予想は見事に裏切られました。最後は J です。この方の性格としては、何でもかんでも一番先にやってみたいタイプですね。行動力があってためらいがないんですね。どうしようっていうふうに迷いがないですので、気づくと何でも大体最初に行動してるっていうタイプになります。ですから一番先に自分の存在をアピールするっていうのも得意だと思います。また感情表現もはっきりしていますからね。人から見ても分かりやすい性格だと思います。嬉しい時には思いっきり喜ぶと、悲しい時にも思いっきり悲しむという感じで、周りから見ても今どういうふうに思ってるかっていうのはすぐ分かりますね。この方は言いたいことを我慢するっていうよりも、言いたいことを言い合って喧嘩しながら仲良くなるっていうタイプだと思います。そういう正直さ、または素直さっていうのがあると思うんですね。それがこの方の長所です。この方は写真や動画で見ると妖艶な魅力、ミステリアスな魅力っていうのが際立ってるんですけれども、性格は全然違いますね。性格はもっと明らかんとしていて明るいと思います。この方は自分が思ったことをストレートに表現したり、こうでなくてはいけないなどと世間の常識に無理やり自分を縛ってやりたくないことをやったりすると運が開けませんので、逆に自分がしたいことをしていくと、そういうふうに素直に生きていった方がいいと思います。今日は以上となります。ありがとうございました。